オッケー。 準備できたぜ。 どうしましょうかね。 あとは 誰だ。 ニアさんまで OK。 書いた。 今日は東西線形式です。 玉ありたい玉なし。 そこそこ人数いますけど、今のところまだ配信台ではやってない感じです。まあそろそろ始めますので、皆さんノジアイストップでお願いいたします。 そろそろノジアイラストでお願いしますよ。 どうしましょうかね。 別に東西線じゃなくてもいい気がします。 東西線予定ではありますけど。 東西線じゃなくてもいい気はする。
バイパーさんと当たんなければ何でもいい。これはね、お互いの日頃の行いなんで、日頃だ、それはあの得が低いから個人戦どうすか。まあ、スターハイルール僕好きなんですけど、まあ、ちょっと長いか。じゃあ東西戦にしましょう。東西戦で、東西戦にしましょう。エントリーお願いします。書いてあります。いくらぐらい。いやもうあのね、都庁大会もらってないから大丈夫。あ、もらってない。はい、エントリーいます。坂本さん書いてます。大丈夫。まあキャラクターはでいいかな東西戦16人です。16人です。東西戦にするとして、東西戦どうしよう。なんか面白いないかな。16人ため、1、2、3、4、5、6人しかいないでね。本当に龍拳が多すぎる。あれ僕覚えてないんだよ。1、2、3、4、僕がそうでしょ。4、5、デレロ、ならばまあバイパー。え、今何人。今上ですよね。1、2、3、4、5、6、アラバマ、バイパー、10、11、全然分かれない。基本無理です、こういうのは。さあ、じゃあもう順番ランダムやりましょう。順番ランダムで、完全ランダム。ランダム。あ、くじ引いて、くじの番号自分だけ知ってる。で、出番になったらいきなり出てくる。チームも分かんない。じゃあそれで、キャラはメインキャラでいいですかね。あ、本当だ。焼き鳥入っちゃったから一人減らすしかない。僕が減ればいい。あれ、長州さん、グッチさん書いた。
スの番号を自分だけでしか分かんないように、ルール説明しますので、皆さんの字合ストップしてこちらに来てください。の字合ストップでお願いします。東西線ルールです。東西線ルールなんですけども、いいですか、いいですか、聞いてますか、大丈夫ですか。東西線ルールなんですけども、今日くじ引きで、くじで引いた番号で出てもらいます。どこで出るか全く分かりません。で、このくじ自分だけしか分からないようにしておいてください。出る瞬間まで分かりません。ちょっとドキドキ感がありますけど、という形でやっていきますので、よろしくお願いします。
まだ来てない人がいるのですけども、で来てないのが三宅県、ペコ県、グリグラムナーリで僕、じゃグリグラさん引いてください。見せて、絶対見せてダメ。じゃあペコ、ムナーリ、ミヤ、ペコ、ムナーリ、ミヤ、はい。じゃあいいっすかね、いいっすかね、ちょっとちょうだいよ。7フレーム敵なの、竜の足払いが、あ、無双か、竜の足払いに頭突きが勝てないみたいな話を、勝てるでしょ、勝ちますよね、どっちかが絶対勝つ。このタイミング蹴ろうとしたら、中のこのタイミングが蹴る。ああ、なるほどなるほど、持続の話もありますからね。はい、じゃあやりますか。はい、一番黒の1番からいきましょう。黒の1番、黒の1番、誰、テイさんが黒 1? ワンピガーです。ダルシムが先方や。そして赤1はカワシム。違う、誰、あ、ダルシムサガットじゃん。カワシムじゃなかった。はい、じゃあカードください。ででん、これは50円ここで入れます。それでは始めていきましょう。キレ入れた。さあ、本日完全ランダム東西戦で行います。よろしくお願いします。さあ、前方はテイダルシム VS 坂本サガット。長州さん、どう見ますか。これはね、いい勝負ですね。これいい勝負、いい勝負、限りなく詰みに近い五分という話を聞きました。五分ありましたね。五分若干、まあ、はげてるし、逃げるんじゃないですか。坂本サガットのスキルがね、今本当にぐんぐん伸びてまして、もともと強いとは思いますけど、それにしてもすごい今。ああ、しかし しかし適当にボタンを押しているだけで勝てる組み合わせのような気がしますが、 X 同士だとトップクラスに、厳しい組み合わせ。さあ、このドリルですね。さあ、2段詰めて、もう一回インフェルノ貯めたいですね。そうっすね。お、いいぞ。インフェルノを出す練習になりました。余裕がありますね。さあ、厳しい。いい位置になってしまう。それでは、テダル。あ、ごめん、僕書いてなかった。坂本。はい、赤の2番。どっち？青、赤、どっち？次、僕です。赤の2、赤に僕です。これ誰？ムナーリ2回転だ。はい、赤の2は2回転だそうです。バイソン・ダルシムはいい勝負ですね。出る回数は2回転の方がはるかに多いので、 K さん頑張ってほしいところだが、
この組み合わせはファイヤーモードとダルシムはバイソンが、バイソンがそのしのぎ方ですかね。ファイヤーモードができてないとあんな感じであっという間にやられてしまう。さあ、熱い。これはダルシム厳しい。こうなるともう取り返すのは頑張ってはめに行かないとなかなか取り返せないですね。ファイヤーモード行こうとしてもクレイジー溜まってるんでね。さあ、インフェルノを絡めて、おっと、そうですね、これはダルシムラッキーか。ナルシム、あんな風にリードされてもインフェルノがあれば投げとインフェルノ2択という強い択があるので結構投げを通せるんですね。そこがダルシムの強いところでもあります。対応できなくても結構殺す、触りやすいですね。ダルシムドリルのおかげでドリルとスライディングがあるので割と簡単に触ることができます。おっと、今の割り込めたが声が伸びたら中足が入りますね。さあ、黒の2は、おっと、俺たち。さあ、バイパーフォークが2番に出てくる。さあ、死んだか？これは死んだかな？おっと、リバーサーグランド。まあ、悪くない選択肢ですね。まあ、僕がやってるのと似たようなもんですよね。リバーサーで食らって、コパンを食らってその後のタクを読み合いをするってことですね。しかもしゃがみぐらいのまま球がいなめ球は食らえるんで。さあ、これクレイジーで削れるんじゃねえのって思ったんですが、クレイジートマホに負けるんだって。さあ、これね、シキバイソンがひたすらチューパン連打しててめちゃめちゃ有効そうだったんですけど、立ちチューパン連打、あれは ダメなんですかね。一生チューパン振ってんのさあ、あれで結構困ってそうでしたが、さあ、そんなことを言ったばっかりに2回で死にそう。しかしこれは暗いクレイジー。はい、黒野さん。黒野さん、黒野さん誰？まだもらっ、黒野さん、なんか渡してない？ここに置いてたら誰だって。なれ、これもいい組み合わせだね。好きなキャラでいいの？キャラ決まってないの？後出しあり？まあいい、だってキャラは別に自由だって。青パンでいいよ。なあり、青パン別にエクサートでいいけど、結構戦えるらしいよ、やや曰く。だって竜でもいいけど、別にムナリュウなんか見たくないんじゃない、みんな。青パンの方が見たいんじゃない、どっちかっていうと。さあ、リュウバイソン下がったのが良かったまでありますよ、これ。さあ、ここで裏表しっかりに、しっかりなのかな、あれ結構ヘッド当たるような気がしますけど、後ろの足にちょっと、あれだいぶ吸い入れたいですね、ふたちゃんみたいに。入るんだっけ。さあ、鎖骨クレイジーが溜まったが、おー、新しい、見えてるらしいよ、見えてるよという声が上がりましたが、さあ、端っこはつらいですよ。さあ、台足入んない場合なのかな、どうなんだろう。ダイソーの台足はアホほど減ります。さあ、ちょっと優しかったですかね。
さあファイヤーが打ちたいが普通、おっとこれは欲しい、ライライファイヤーからのちょっと鳥かごにしてしまう、上から行くべきだと思いましたが、投げて、さあアホなことをした、なぜなぜそこでジャガイモになる、なんでなんでジャガイモード入ったの、赤さん、さあミハルベガ、ミハルベガ最近よく見ますわ、やる気の時とやる気がない時との結構はっきり分かれるタイプの、そうやる時、やる気がある時ありますよね、反省会に参加しに来てるような気がしますけど僕は反省を何よりも重要視してる人がいますからね、さあ反省会率が高い人はあんまり強くならないって話を聞いたことがあります、まあまあそうでしょうね、ま、中村さんぐらいですよ反省会参加してる人は強いね、中村さんが異様に強いですね最近の反省会の参加率の高さといえば、はい、グリグラの参加率が高いですよね、グリグラ結構グリグラなんか毎回参加してるような気がしますね反省王ですよ今、反省度が高い、さあこれは取ってますね、そうですね、これは面倒くさいやつ、あっと痛い、あの場合の弱波動ってあっと痛い、これは死んでしまうのか、おっと美味しい、あれなんで落ちるんだろう、落ちないかなあっとおっとこれまだあるよ、おいー、大キックは安いんじゃないかな、ダブルニーです、ダブルニー、ダブルニーを出して大キック出ちゃったのかな、どうなんだろう、さあ運がいい、さあ意味が分かんないモダルリアの丁寧さがやっぱ端っこ光るんですよね、さあこれは2枚地獄へ落ちていく、この場合だとタチコキックはいつも取れないから、そうですね、のトリカゴは結局我慢しないとダメですね、そうなんだね、大波動を打ってくれるか弱波動をいい感じで止めるかどっちかするまで、結局弱波動もギリギリで飛んだ意味ないんでさあナメプナメプレースいく、生殺しでいきましたね、さあ赤4はさあ友田が安いと言ってますね、さっきの大キック、友田はタメキャラはねありますよ、アイジン今日はお休みなんですね、友田さん土日はね来れないことが多い、まあ、土曜は家族サービスなんで子供寝かしつけてからゲーセン行くらしいんですけどいつも本当に遠いとこからありがとうございます、さあファイヤー、これはアイジンですね、アイジンがファイヤーで燃やして燃やされる、さああれ結構ねあるんですよね、ありますね、わけのわかんない高め大キック、高め大サムダって言ったね、うん、さあ真空を使っちゃったのでかいなこれ、さあ昇竜って小昇竜はちょっと安いんじゃないかな、うーん使いすがあれも命がかかっている、さあこれはさああるよ、おっとシャガチュー打っちゃいますか、あれ勝利が分かんなかったんですかね、あーなぜシャガチュー、おいちょっとこれは打って投げる、おーおー無駄あり不動でしたね、動きませんでしたねおい怪しい、遠距離強キックがジャックって投げる、サガットの癖で立ち落ちくるじゃないですかねなるほどペチペチって感じで、あれいいよ、惜しい、さあ2ヒット確定なのに怪しいハードを打ってしまった、ただ昇竜が全然出てないが、真空は廃人しか持ってない、さあこれ胸あり大ピンチ、しかし美味しい、あとこれ削り角でしょうか、お出る、角んなかった死んだが、今の真空って台足間に合わないんだっけ、前入れたで間に合わなかったですね、確かに近かったかもな、さあ廃人処理、お福山勝負だ、ルーが続くね、
カードめっちゃ曲げてきましたからね。ひどい男ですね。気合入ってますよ。気合っていうかね、さあ福山龍骨折してたらしいですね。骨折から復帰したら昇竜拳が出るようになったらしいです。本当ですかね。まあこれは見てみれば分かりますよね。さあこれは美味しい。さすやまのサリ飛びちょっと高かったような気がしますが、これアッパー出したい。なんか出したいですね。アッパーは出したいですね。でもアッパーしかないんだったら悩むのは分かります。さあさあ両方とも真空を持ってますが、さあこれをね合わせ出せるか出せないかでね、全然竜使いとしてのあれが資質ですよ、ね、そうですよね、資質変わってきますよね。でも見た目出せるやつは強いんですよ。強いですよ、ね、本当にそう。てかね、出せるやつは強いし、強いやつは出すし、どっちだどっちだか分かんないですけど、全然違いますからね、発力って。サソリ竜とかマジ速いですからね。サシシサソリかアマタクラハシ、あのあたりが本当あの距離の波動拳打ち合いでは絶対出しますからね。絶対出しますね。なんか違う対戦になりますからね、他のその対戦見てると。もその辺の人たちがパラスも打ってくるんで、そこ怖いんですよね。ファイヤー波動を打つにしても、もうコマンドとかをどれくらい見てるかみたいな感じで、入力してなさそうな歩き、歩いてると確かに入力ないんで、そういったところをまあちょっと学んでほしいかなっていう気もしますよね。なんか動きが違うですもんね、この辺の動きとかも。なんかピクピク動いて音が出てないっていう。なんかね、なんか遅いんですよね、やっぱり。結局ね、波動拳をガンガン打ってるから、ってことは真空打てばいいんですよ。さあ福山勝利で、黒の赤の5番はピロピロピロシン。さあダルシム戦をやらなければならないピロシなんですが、まだね川瀬もいますからね。なんか今日聞いた感じではダメそうな雰囲気を感じましたけど、大丈夫なんですかね。ヒロシホンダは自信を持ってることがないので、まあまあそうですよね。まあどっちかっていうと、まあ、チャレンジャーの方なので、そうですね、のびのびやってもらえた方がいいとは思うんですけれども、うん、チャレンジャー側なのに萎縮するタイプなので、そこかな。そうですね、まあこれは状況は。おっと、余計なことをした。これ鬼無双でいいんじゃないの。鬼でも無双でもある。さあピロシ、ピロシは大いちょうを襲うとこでしたっけ。いや、話すです。話すの、はい、今のは多分あの状況的には押しだと思いますけど。さあいいニット、あれいいんすよ。そうですね、すごい有利なんですよ、逆だって減るんでね。減るし、有利だし、みたいに竜拳の中足と同じぐらい減るんで、その後の張り手に対してもね。さあ今のはちょっと近かったですよね。今やっとこれは美味しい。おっおいと福山立ち上がる。さあここでグリグラ、黒の5番、しっかり仕事しろよみたいなすごい顔してるよね。グリグラはーって顔してますよ。はーとか何を混ぜてんのみたいな顔してますね。いい顔してますね、グリグラ。まあ、別にキャラ決まってないんで、まあまあグリグラ竜拳も結構最近使ってるんで、うん、使っていただいても一向に構わん、一向に構わん。おっとこれはあるのか。まあ遅らせ支援の読み合いが深いも浅いも関係なくありますからね。おっとしっかり、うわー、繋いでこれはなえる。おお、お迎え。さあグリグラ持ってる。最後まあ行かなくてもいいところで行っちゃったピロシがですね、今の。まあそうですね、これがね、まあ、ほぼ確っすね。まあそうですよ、昔あれみんな仲間範囲が誰もやらなかったんですけど、はい、最近みんなやるようになりましたね。うん、リバーサレック、あーそっか、さし、おっと今のは勝ちがありましたかね。グリグラめくり中キックからなんかいろいろ入れば、いやでもね、めくり中キックからあの状況確か2段
から劣化は入んない。劣化入んないホンダは。ホンダはホンダってなんかのけぞりが変で劣化が全部入るじゃないですよね。そうそう、そだけは高いっての多いんですよね。おっとなるほどね。さあさすがにこれはこれは福山さんに、福山が悪い、福山さんにグリグラが福山をすごい睨んでますね。黒の6、黒6、黒の 6、 黒の6、ペコスケ PCO。 さあカード、カードください。カード、黒6はペコスケです。これはかぶせになるのか。ああ、これエスマイソン何を使うのかですよね。まあ別に何でもいいんでね、ゴーキ以外。さあメインの S 剣を使っていく。容赦ねえ男だなお前、ホンダにかぶせかよ。さあしかしペコしてね、ぶっちゃけアベベに相当負けてるんでね、余裕で負け越してますから。東大生アベベだったら大体負けてる。大体負けますからね。俺も先に悪いんだけど、あ S 剣がもっとヤバいっしょっていう気もするんですよね。まあいやー、まあ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 、この後ねおっとあるかこれ、いいですね、今のピオリーチでは。おっとピョッタ最大が、おいしっかりワニ系とは違うところを見せていく。あそこまではやるんですけどね、ワニ系さんも。ピヨった後に殺せない率が高すぎてやばい。当たんねえか今の。さあピロシはうまいですね。これはジャイアン戦に向けてやり込んでいるのが他のキャラ組み合ってでも生きてる感じですかね、うん、そういうの本当に合いますからね。そうですね、小物のうちね、ぶっちゃけ参加者みんな上手くなってますからね。あれ素晴らしい仕掛けですよ。おーやるダメじゃん。てか次俺なんだけど。おい長州が、長州残機、これ10人、10人だっけ、10人だね。そうです、さあ福山さんどうなんですか。いやすごくあのグリガラさんの目線から逃げてきます。マイク持ってることについて、言い訳マイクいいですね。いや今ピロシがリュウヘイロン S 剣剣の軍で、そうそうです、そうだね。さあまあ、ね、相手がやっぱビッグネームなんで今回、はい、だらしねえ試合はできないなという意識でやってますよ。そうですね、ピロシもこう、はい、気が小さいというか気に病むタイプなので、そこでちょっと損してますけど、はい、まあいい機会なんでね。先ほども長州さんもおっしゃってますけど、本当にその間口出た参加者の全員、やっぱ過酷見える。本当に話したことある、話したことないもあるけど、本当に輝いてると思います、ね、みんな強くなるっていうのは本当だと思うんで。うおこれは長州までも食べちゃうのか。1段の目もすげえ良かったですかね。なんだ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 。さあ波動モードか、不思議な踊りを踊っていく。MP を吸い取りに行きましたね。ソルゲン長州さんはやっぱりそのお前出せよって言うだけあって、やっぱ勝利権すげえ出るんですよね。まあさすがに、いや、あの流血来たり出せないはさすがに、さすがにですね。おい、うわー、運がいいが、今のは長州の運が勝っただけ。あ、危ない危ない。いやいや、よかった。え、な、波動拳打ったら垂直ジャンプした？はい、赤の6番です。赤6、赤6誰、はい、アラバーマー、おー来たぞ、リベンジマッチ、リベンジマッチ。さあまたこのバイソンが優勝しに来たぞ。この間、はい、東西戦で、はい、アラバーマを倒したのは、はい、あ、いや、先々週か、そう先々週ですね。長州拳がね、もうすごい試合を見せて、でもこれ本当内容は分からないですけど、でも絶対楽な試合ではないはずなんですよね、剣があるとって。そうですね、勝ってますよ。マジで雑なんですけど、雑なんですけど、まあ、
勝てば正義というのを本当に再現してるプレイヤーなので、そうですね、これね、あの、はい、関東の剣竜剣使いは、はい、脱出ストレート止めるの下手くそなんでガンガン打っていいんですよ。誰が止めるの、おい、うわっ、うわっ、まあ、ゲージを溜め切るのが、はい、まあ、目的と。うおー、全部膝でしょ。ここ出るか、出ない。危険に怒られるぞ、これ怒られちゃうぞな。はい、赤7番お、出れろぜ。これあるよ、あるよ、最近常連勢のホープデレラさん来たぞ。この人もね、はい、まあ、見てる感じ気弱いなと。今日はそういう話ですか。このハートが重要ですよ、やっぱり。うまいぞ、一歩前に出る勇気ほんと重要ですから。本当そう。こういうとこね、せっかく当たったんだからもっと行けばいいですよ。おー、シンプル S 流みたい。ちょっとダッシュっぽかったですね今ね。おー、長州の表情が曇る。ここはバッチリ。俺は入力してるのになんで出ねえんだと、まあ、入力できてないんですけど。漏れちゃったか。うわ、昇竜拳も波動拳も出てないですそうですね。ということは、はい、ということは波動拳打てばいいんじゃないか。タコだぞ。ここはね、ゲージ食べたい。この竜のいいところは、はい、真空波動ですから。おお、いい流れ。あそこはタチアッパーですね。そうですね。そうこの波動拳一発でゲージ溜まるんだと思う。文字ですよ。ここはオッケー。おっと、連環ジャンプ、そして勝利割られる。うわー、噛み合った。おい、で、分かっぞ。うわー、ふざけた剣だな。長州拳3連勝。赤の8番はい、赤の8番来ましたよ。焼き鳥。何使うんだ。そうですね、これ出番が来るまでわからないからかけようがないんですよね。そうなんです。さあ、焼き鳥はキャラを選ぶ男ですよ、こういう時。エスホークだった。俺、終わらしに来たぞ。焼き鳥さん対長州さんはあまり見るカードではないような気がします。いや、これね、はい、4試合一時長州さんかなり勝ち越せる時期があって。あ、そうなんですね。焼き鳥が弱かったわけではないです。あの、長州拳の攻略が勝ってました、あの時は。まあ、現在さ、それはこれで証明してくれるはずだぞ。いやいや、それもね、対空あっての話なんで。うまいな。波動くらいと中昇竜とすげえ面倒くさいことを近寄ってくるんで。あー、これはこれ、長州拳勝つのか。うまいな。おー、いい調子だった。意外にも。さあ、丁寧系に対して荒っぽいことをしていく。焼き鳥の非常が強いからな。いかない。おい、引っ掛けた。うわ、白木の体。まあ、そうっすね、今のはしゃがみ弱板をで、ヒット確認をして何人かっていうのを、あの、長州さんが徹底してるんで。目指して長州さん、おっ、あるのか。さあ、大外回しをうまく使ったな。波動拳のモーションと握るのが釣ってるってことですね、あれは。うん、あ、それなりにゲージも貯めてみたいな。あ、そうですね。おー、焼き鳥が苦しんでいる。嘘だろ、焼き鳥さん。うおー、長州なんと4択でしょう。赤の9番、あと2人。はい、赤の9番。いやー、来たの。
これは終わりましたね。いいけど、いいですよ。ニアガイル、確かにガイル結構使ってますね。そうですが、絶対ホンダの方が強いですね。絶対ホンダの方が強いですね。絶対ホンダの方が強いですね。絶対ホンダの方が強いです。2上がる点数は4立て。あ、いい前段だな。しかし裏切った、裏切った TBS 死ぬ、あるぞ。あダブル様がどっちでね、ダイヤシー何も起こらず超失敗。大将赤の10番ニア剣、こっから誰が残ってる。まだ出てないのはグッチヒデ、カワシムか。厳しい、もうザンギあるぞ。ザンギあるけど、まあ、チュンリーとダルシム残ってるんでやめた方がいい。ワンチャンやめた方がいい。取ってくれるのか、コマケン。さあ、スーピーチーム、ついに大将のミヤさんの剣。大将なんかいい勝負になるかなと思ったら全然なんなかったですね。強襲剣、実は強かった。そうですね、今日はちょっともう、おぉ、まっつめた、来たか。恐竜でした、死に何とは平地になりました、今何かボタンしてましたね。そうですね、なんかあのネタ使ってるな。いったか、モンジ当たればピョってた。みやさん、いや、本当に狙いはしっかりしている。いいよ、うまそう。うわー、決まるまで食らう。壊しレッパー綺麗に決める。あーの、わさび剣は出るんだ。さあ、宮剣止めて、黒の8番、黒8、はい、黒の8番です。グッチさん、キャラ自由です。カワシもヒデ残しね。そうぜ、こうなっちゃいましたか。どっちもなんか出ましたね。これ小山さんとの情報によりますと、金子さんとやりすぎてすげえなんかボランティアの技術がアップしたの、今日落ちてますね。めっちゃ上手くなっちゃう。色もこの色になりました、ね、そうですね、これ期待できますよ。なんか周りも強くなるいいイベントですね。本当に心の道はそう、皆さんおっしゃってるんで本当にいいイベントと思います。本人だけじゃないってのはすごいいいな。そうね、あの、おお、あー、わー、投げ返す。これはグッチブランカが締めちゃうのか。しかしこの色のブランカに負けるとぬくぬくさんが黙ってないですよ。そうですね、これ負けられないですよ。皆さん、ぬくぬくさんでやってるぞ。あの、第一弱波動って当たった後みんな損するみたいな考えでいるじゃないですか。あれ、僕結構いいと思ってて、あ、逆にあの、ね、起き上がった後に後ろに波動拳があるおかげで、はい、下げ抜いかかってるんですよ。そうですね、下がれないので、はい、足まで刺しに行き返そうですよね。 うまい、いい一応に。そういうのをみんなちょっと考えて使ってみると面白いかもというところですね。いや、さ、いい立ち回りだな。うわっと、グッチさんワンチャン狙ってるぞ。飛び上がろう。うわー、変なルだ。すごい技、すごい技で返す。しかしまだあるぞ。波動は1、これよ、あの、よく返した。うわしかし三宅2連勝。赤9、赤9、あ、黒9、黒9、カワシム。
ワンピー側、黒の9番はカワシムさんのダルシム。これあるぞ、うん、いや、これね、あの、鈴鹿さんでやってっから。鈴鹿さんやってる投げて全部だ、全部ミアラッシュ、ミアラッシュ。鈴鹿とは違う形ですが、川島さん寄せればね、はい、寄っちゃえばですよ。おいー、強調でーす。シンタカ、あー、逃した。うますぎだろ、このダルシム。読んでたけど遅かった、迷っちゃいましたね。すごいな、今の。いや、あれ、はい、もうビバさんでしか逃れられないようにすればその場に出てくるから、タイミングが合ってるわけですね。そうですね。皆さん、諦めちゃダメだぞ。お、さすがキャノボー。うわお、さあ、カワシム的確に伸ばす。ウィンフェルノが出る。締めたのはカワシム。さあ、大将ヒデ、クロス、ヒデ、ヒデ、ヒデ、悪くなかったな。はいはい、カードカード、これもうエキシビションです。カズム、あ、もうエキシビション。さあ、エキシビション待ち、ヒデさんのチュンリー対川島さんのダルシム。誰も望まないチュンリーフィニッシュをやり遂げるか。あの、ヒデさんは土曜日と、はい、あの日曜日は結構締めてる率が高いと思いますので。ああ、そうですね。来たか、安い証券を引き継ぐ終わり。そう、ニアの総理権が服めぐってくる。福山に対して SK クソ野郎。SK 使って竜使ってこんなに負けるやつおる。レナ負けか。僕も龍に負けたんだけどな。いや、オーラ入ってるぞ。うわー、いって、あー、インフェルノ来る。あー、ここで痛恨のミス始まる。あ、なになになに、バルログかこいつ。あー、あー、死んだか。投げない。だったら死にますね。まあ多分残ると思うけど。ピヨライ。ピヨリーチ。まあここは見えてません。とりあえず打つ。おお、うまいな。投げ返して。めんどくさい。めんどくさい。おお、うまい。今のうまいな。あー、しまいぞ。 あるぞ、ある、本当にある。イベルのカード、うわー、チュンリーが勝ちましたぞ。さあ、ヒデが締めて、とりあえずじゃあ今日のイベントちょっと短めでしたけど、この辺でじゃあなんか組手でもやります。福山さんの組手はいつやるんですか。タコ様とやる？タコ様との小物道。結構みんなから本当に言われるんですよね。タコ様使ってもらいますか。もうそろそろ締めないといけないです、あれは。あと、あれを2パターンに意味があるって、はい、獣へと続く小物たちの道っていうのがみんな結構知られてるんですけど、はい、小物たちの小競り合いっていう意味も込めて、まあ、タコ様、本当の小物は誰なのか。というところですね。まあ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 、まあ、いつか出てくださいよ。そうですね、また機会があればよろしくお願いいたします。出てほしい人いっぱいいるからね。ぶっちゃけ誰出てほしいですか。あ、だでも どういうマッチメイクみたいですか。まだ出てないから、まずそれが第一です。あと若手、バーサスの東西戦にここ
2、3年ぐらいで来始めた人、はい、で伸びている人たちで全部兼ね備えてるのがハクくんなんですよ、はい、今 ね、ハクさんと誰がいいかなって言うんだけども、あの結局キャミーってキャラがバランスが悪すぎていい組み合わせがあんまないんですよ。そうですね、そこ難しいところ。でも同キャラとかでもダメなんですか。同キャラや、いやキャミー同キャラどんな組み合わせか知ってます。いやもうひどいっすよあれ。タケチさん呼ぶしかないかこれも。いやいやいや絶対面白くないからどんな上級者同士も面白くないから。ケンはねもう2回出てるんじゃないか。あ、出てないキャラは出てないキャラを優先で、はい、バルドグ、DJ、キャミー、あとフォーク出なかったはずですね。フォーク出てないですね、だけかな。そうですね、ザンギとかリュウとかその辺ガイルとかも全然出てますし、あフェイロン出ないですね。フェイロン出てる出てる、クロスクロス、ああ失礼しました。なんで今度ダルシム対ホンダやるのでかなり埋まったんですよ。出てないの、肉ポモンって言ってましたから、ね、あ、出がいない出がいいね、この今コメントくれた方がね、パレスチナさんとトモさんやる、出が出てないね。そうですね、この前もう本人さんにちょっとパレスさんやっていただけませんかって言ったら、はい、すごい笑顔で、いやちょっとすいませんまあね、これ1ヶ月ぐらい本当に苦しむことになるんで、トモさん勝ってるんですけど、あれすごい集中してるとのことなので、あの試合の時トモさんやらんやらんやっとけよ。トモさんもベガベガしかないな、これもベガキャミーはね熱くないです、残念ながら。やる今の前のベガキャミーは全然熱くないですおすすめの組み合わせ教えてもらっていいですか。その誰と誰がキャラでまあ五分かなーって言われて、五分でも面白い五分と面白くない五分がありまして、二回転セレクトでちょっと一個お願いします。あまりもうぶっちぎり面白いのは、はい、ダルシムバイソンです。これも譲れない。 あれ本当に面白い。詰まってます本当に面白い。ダルシムバイソンはみんなちょっと触ってもらいたい、はい、リュウガイルは全然ゴブじゃねえから面白いかもしれないけど、ゴブなわけねえだろあんなのリュウ対ケンもね、はい、面白いかもしれんけどゴブではないですよね。そうですね、ほど遠いですよね。この道リベンジっていうのもあってもいいと思うんですよね。もう一回あの緑のチームと僕はいつでもいいよ僕はいつでもいいけど取り戻しましたか、あの頃が失ったもの。いや僕はあのイベントの前後のおかげで、はい、まあ、その前にヒデ君と仕事もやってるのもあるんですけど、戦利、はい、戦の苦手意識はないです。逆に草、まあ、さんもバイソン戦を見直すいいきっかけとなって。いやそうでしょう、お互いそうですよ。そう、これ本当に良かったと思ってきましたよ。それだけみんな、はい、やってきたんですよ。さっきのね、ニカさんの話じゃないんですけどね、やっぱり小物道選手だけじゃなくて、まあ、周りもなんですけど、あと練習パートナーをね、この相関関係で始まってるんですかね。それはね、選手の話なんであんまり僕は好きじゃないんですけど、どれだけ、はい、その僕今回、はい、ダルシムジャイダル対ヒロシを、もう僕ヒロシについて、はい、そう、こう気持ちはね、気持ちはヒロシについてやってるんですよ。で、はい、何をすればいいのか。こんなが、はい、そうですね、違います、違うんです。教えていただきます。本番前の、はい、
練習に向けて、はい、何を課題にしていくか、そこからなんですよ。あ、そのチュンリー、ミカさんのチュンリーの時はそこから始めたってことですね。だからね、もちろんです。僕は人体じゃなくてキャラ体で勝ちたいと思ってたし、サクもそうだったし、サクもおっしゃってましたね、うん、で、あの自分の考えだけだとやっぱり頭打ちになるんですよ。これは本当そう。一回頭打ちになって他の人の動き見て、それを取り入れて自分の戦いがぶっ壊れてすげえ弱くなるんですよ、はい、それを繰り返しです。なので今になる面白いですね。やればやるほど、そうですね、それは本当そう。あの時の 100% やりましたけど、はい、今はもっと強いしって言えるし、土台ができたんですよ。あれで二回転さんが一番、ま、やり込んでたというか一番やってた時期って今いつなんですか。2000いや攻撃とかって出てたんですか。攻撃も出てましたし、それよりはるか前の話ですね。やってたのは僕はもういろんなゲームを浅く触り続けるプレイヤーですよね。今でもそうですけど、今鉄拳に夢中なんで鉄拳ほんと面白くて、キングオブファイターはどこ行ったんだろう。いやでもね、面白いですけど高いんですよ。マーサス鉄拳50円なんでみんな来てください。ケンベがね、あれは面白いですね。そうです。誰ケンにしますか。ケンはもう今日は大将の方そろそろ出ていただいて、三宅もいいよな。三宅は本当にいいと思う。あとマキリ、そうですね、僕はみやさんとぬくぬくさんでやってました。あーなるほどね。いやでもその辺はね、まあ一回、はい、カード使い切ったらにしましょう。一回ぐらい、その競馬じゃないんですけどファン投票で誰と誰っていうのもいいかも。組合5分近いカードだったらいいかもしれないですね。誰出てほしいファン投票。どうだろう、本人が乗らなきゃしょうがないから、僕はあんまり乗り気じゃないですよ。これはホームランのうち公式アカウントさんが結局はゴーサインとさないとカードはできないのでね。でさあ、それあのツイッターとかで一般公募したら長州友座、まあ、悪くないと思うよ。一般公募するとやっぱりね、有名な人しか票入んないから、それだと意味がないですね。それはその始めた、そうですね、そうスポットライトじゃないんですけど、うん、そう見てみたい、うん、この人の成長、それはね、もちろんみんなあるのは分かってます、うん、ね、もうそれはどっかでやってるし、みんな見てるし、うん、僕だってさ、抜きたい隙見てよ。ね、そういうのはあるけども、ちょっとこのイベントは違う方向でやりますので、それ本家獣道でやってください。という感じです。この私の意見ですけども、まあ僕は、はい、あのマッチメイク実は決めてないんですよ。あ、そうだったんですね。基本的に草くんがいろいろ声かけてくれてて、草さんが総合プロデューサーなんですね。そうですね、僕が草くんに任せるって言ったので、はい、任せます。本当に任せてます。そうですね、まあ、一人草さんに場は整えるし、運営もやるけど、はい、それまでの前後の細々したものは全部任せたってことで。確かに草さん忙しそうに動いてましたよね。そういえば、うん、頑張ってくれますよ、うん、最初ね、最初の2戦は本当になんかもうクソみてえなカードでクソみてえな連中のなんかガイアも含めてやってましたけど、はいはい、そっからなんか川又鈴木とかで相当洗練されて、よかった、あれはよかった。倉橋さんと秀君もね、そうですね、あれは倉橋さん側から声をかかったし、そう、それはおっしゃってましたね。すごいよかったんですよね、そういうのはね。まあムナーリさんも出てもらったしね。そうですね、シュウさんと激闘させてね、しっかり勝ってたし、
っぱりね、はい、出てもらいたの、もらいたい人の条件は、はい、本気で勝ちに行きたい人、まあ、そこだけはちょっと譲れないところですね。胸を借りるとかじゃなくて、ちゃんと勝ちに行ってほしい。やりに行く、行ってほしいですね、本当に。おーおおめくり立つ巻きね、あのね、いい打ち時だな。落ち方次第でクレイジーが裏に出て隠るんですけど、この方はもうメインじゃねえのっていうぐらい持ち替えこなしますから。うん、本当に。でもまだめくり立つ巻きぬるいですね。あのですか、これは裏一択っていう飛びからやってるから、はい、分かりますよ。でも僕この前やられたんですけど、ちょっととんちんかんなこと、とんちんかんなこと言ってたらしいません。めくり立つ巻きには対してバイソンの返すのは振り向きクレイジーじゃないんですか。だからあのちゃんとやると表に出てます。じゃあ重ねが下手だったと思うんですね。そう、そもそも通常ジャンプだったら表で、竜巻だったら裏に行くようにしないと意味がないんです。この前ヒデさんとマイク持った時に僕がちょろっと言ったんですけど、二回転さんは直振り向きクレイジーとダッシュグランドアッパー刻み直振り向きクレイジー使いこなしてるのかなみたいな。だから両方もちょっと見てからですよね、うん、それあの一瞬で判断してますよってことですよね。だからね、あの一瞬というか、上に来てからじゃ遅いんで、飛ぶタイミングで見てます。そうなんですよ、うん、あ、これこいつクレイジービビって遅いなってやつにはくぐってから行ってますね。そうですね、当ててましたもんね、この前も。ほんとアラママさん、この方がなかなかうんって言わないですね。友田さんはね、絶対出るべきだと僕は思ってるんですけど、まあまあすでに強いからね。友田シャルは絶対面白い。夏とか面白いと思う。最初、はい、始めた時は本当に因縁があればやるみたいな、そういうこと言ってたんですけど、草さんは因縁ないでしょ。いや、草2回転はそこから始まったから。でクロスベルを今2回目なんですけど、あれはもう因縁しかないですからね。で因縁製造機の倉橋さんとかもあるんだけど、まあ、本当の因縁だから、あの獣道でやってもらおうって話になって。そうですね、本家でももうね。いやあのさ、はい、よかったと思うんですよ、八重さんとやったやつ。最後握手したじゃないですか、多分煽りも含めてだと思うんですけど、すげえ良かった。まあ、で、はい、あ、いいですか。で、あの二人の因縁って、はい、なんかこう格ゲーの因縁って、はい、もう修復できないぐらいになる理由、基本的に女か金なんですよ、はい、それじゃなくって、うん、まあ、それじゃなくってお互いがお互いのことをゲームの中で認められないっていうとこから始まったのを、はい、がゲームで修復できたっていうのがすごいいいことじゃないですか。僕はね、すごく出会いました。それでもずっと見てきたニカさんにとってやっぱあの握手って結構衝撃的だったんですか。あの倉橋さんですよ。あの倉橋さんって言ってもみんなピンとこないと思うけど、あの漫画の倉橋さん すごいじゃないですか。漫画の倉橋さん、漫画の絶対漫画だからと思うじゃないですか、はい、あのまんまだから。でも僕は、はい、あの人好きです。僕も好きです。そういうあの真剣さ含めてすごい尊敬してます、うん、すごい突っ込むけどね、言いたいことが言うから突っ込むけど好きですよ。結局あの上原さんのサジ加減なんですけど、やっぱ第3回獣道って今年はないんですかね。あ、それは分かんないですね。あの上原
さんのそのスト5のオフシーズンで第2がやったっていうふうに、あーそういうことだったんだ、聞いますので、ちょっと今大会が結構いっぱいあるので、僕はすごくやってほしいですね。だから鉄拳とかあれでそのお二人の試合を見て、あの鉄拳7とかの動画を見るようになりましたから。あ、そうなんですか、はい、本当に本当にギルティもそう、ギルティもそう、いろんなゲーム見た方がいいっすよ。いや面白かったです、本当に面白いし。で、まあ、倉橋さんややは、はい、あれは獣道はないんですけど、獣道は小高なんで3スクミのやつですよね。でもまあ本当にあれはまたやってもらいたいなと。伊藤さんも出てきたしね。出ると思わなかったですね。あと出てこないといけない人何人かいるんですけど、今言った方がいいんじゃないですか。いや伝わる、さすがに遠方の人だし、はい、僕はもう、まあ、ちょっと ね、かわいそうかな、顔見知りではあるぐらいだし、あんまり言えないんだけども、関西のあのチュンリーと剣が出てますそうですね。まあ本当に、はい、あいつはめちゃくちゃ強かったんですよ。あの実際戦ったことってあるんですか。ありますありますあります。そうなんです。並木時代ってやつですか。もう並木もっと前ですか。じゃあそもそも、はい、梅倉を知ったのは彼らが並木のイベントに来てくれたからなんです。で、当時1台しかなくって、はい、僕とかジャイさんとかマーケンさんとかが、はい、よちよちやってた時代なんです。いらっしゃったんですね、当時から。はい、で。その時に、はい、梅原倉橋がすでにもう有名人で、はい、ほらふらっと来て、はい、でこうちらのレベルを見て、はい、梅原ベガーとベガー、梅原さんのベガー、あ、じゃあ梅原ホークと倉橋ベガー、はい、倉橋さんのベガー、うん、でなんか舐め切った対戦ですごいコンボいっぱい食らって優勝してたんですよ。やっぱり当時からめちゃくちゃ強かったんですよ。やっぱ強かったんですよ。本当に強かった。漫画だとああいう感じだったんですけど、一緒に来たんですね。その後ですよ。一緒に来たんですね。随分後ですよ。あ、でも倉橋さんが大阪行く前だから、その漫画のタイミングの終わり頃じゃないですか。あ、結構あの健康先生は忠実にストーリー書いてるんですね。じゃあ健康さんがじゃなくて、あれ裏についてるブレインが、はい、完全に当時のそういう人なんで、あれね、はい、知りすぎてる。そう、あの梅原漫画の関西編やってくれねえかなーってそろそろ関西編ね、誰か伝えてくれねえかなこの前僕、はい、あのカメラ屋さん主催の新年会に、はい、まあ、毎年呼ばれて行ってるんですけど、その時にね、はい、まだいい話いろいろ聞けちゃったんですけど、あ、まあ、言えるさすがにね、マイクでは言えないやつが多くて1個も何ですか。1個、あ、森会長という有名な方がいらっしゃいまして、はい、まあ、その人にオファーがあったらしいんですよ。漫画出ないかみたいな、あの林会長みたいな名前で、はい、もうそれを断ったっていうところまでしかちょっとあの表には出せないやつで。じゃあ、カメラさんも当時、ケンゴロさんにいいですかねって言われてたかもしれないですね。そうなんですね。まあ、カメラさんはね、かっこいい。おぉ、すぐやるか。うまいなぁ。メモが出ます。カメラさんはかっこいい感じ方をしたんだよね。本当、あの、ザン、本当。ザン、よかった。ですね。その後、撃ち殺されてましたけど。いやそうでしょう。うん、梅原の調整に付き合って衝撃は受けると思いますよ。あの3スクールの時に小坂さんとサシスさんがパートナーだったんかもですかね、これ。うん、まあね、はい、あれはすごいですよ、梅原は。佐々木さんも結構前によく言ってたのが、
自分が、はい、ほんとバリバリやってる時期に、はい、いろいろ考えついて、はい、実践で試して過去の動画見ると梅原がやってるってもうやってんだよあいつみたいなすごい話ですよね。あの全盛期の一番強い時期のサソリが、サソリさんとかもう悩まなさそうですけどね、もう人間的な感じでパッと見で、うん、やっぱり試行錯誤されてたでしょうね。いやそうですよ、だからもう発想がすごいじゃないですか。いやもうこれは本当にそう、あれはもう積み重ねがないと絶対できないもんなんで、うん、まあ、あのいいコメントもらいましたね、ありがとうございます。そうですね、人間性能だけで言ったらサシシは負けてないと思います。 ORF も近いと思う。それはわかる、うん、でも他の竜は違うもんね。あれ ORF さんどこでやってるんですかね。あのアニコレっつっても絶対あっちでもラグ絶対あると思うんですけど、あれやばいよ、ね、あれだ実機持ってますよぐらいのレベルなんですかね。にしてもでしょ、もうストリオは強いやつとやりすぎてないね。強いやつとやってないとできない動きを、まあ、カオスフレアさんおるっちゃおるけど、あずっと帰るっちゅうわけでもいかないですから。ほんとっすよ、ね。おぉ、アラババ狩り今日は長州さん絶好だな。あ、あ、いいか。見てあの顔、すごい顔してるから。待ち受けだ、待ち受けや。トムとジェリーみたいになってる今。仲良く、仲良く喧嘩してる。仲良く。はいはいはい、ORF さんの中腰で中足をからどうやってやってるか。あれは中足の前の外から中腰をやってるんです。そう、ニガさんこれ僕も聞きたい。見てランダムで出してる感じがあって、狙ってやってるのか意味不明すぎますか。うん、そうですね。いや意味不明ですよあの中足を読むんだったら、はい、ダイヤスリーじゃんなんで中腰なんだっていう話ですよね。リスクないわけじゃないですけど、まあ立ってる分足払いは食らいにくいですけども、出が遅いから、はい、先に出してないと勝てないですよね。そうですね、うん、確かに一斉の背で出したら中足も引っ込んでますから先に出してます。確かになんか中足振ってたようなあるね、中足で中骨の中やってましたね。ダイヤスリーですね。はずなんですけど、はい、踏み込みダイヤスもやるんすよ。中足をですか。もうなんかいろいろ余裕で踏み込んでくるし、あ今わ、まあ、長さもダイヤスの方が長いのでダイヤスでよろしいかと思います。けども、はい、いいところがね、あ、そうだね、一番衝撃的だ。いいところあるとしたら、確かにいいところがあるとしたら、まあ、ダメージは高い。そうですね、当てて有利ですね、中国は。特にしゃがめに当たったらプラスアルファがありますよね、うん、あるから。ダイヤスで確定させてもよし、わざと中パンツを止めて、まあ、その後の波動は有利になるかなとは思います。もう一つ、今思いついたんで言ってるだけなんですけど、はい、完全に足まで食らいにくいですね、立ってるからでしょう。あの、はい、このモーションニュートラルポーズと同じくらい判定だから、構え、振り構えて出始め、そんなポーズですよね。ですよね、中腰のね、まあ、すごい遠くから潰せる可能性はありますね、それによって。あ、ジェリーが負けましたね。トムが勝ったのかな、これは。なんかアラバマにしか勝ってないっていう贅沢なあれですよ。そう
ケンケンが弱い。なるほど。一時期自信があったけど。さあ来たぞ。三連。ケンケンは同キャラの中で相当。そうそう、ニカさん、ケンケンちょっと語ってくださいよ。僕ケン嫌いなんで、おいおい、別にどうでもいいんですけど。でこのキャラね、守り強すぎて、はい、あの総力戦とかで基礎技削除しない限りは僕はグラウンドストレートは削除しないと OK。 あれは別に、副勝利引っ掛けて膝つかみやってるだけじゃん。フォークでいいじゃん。なんでフォーク使わないの。それはもう剣が好きなんだ。そうか、わさびキャラ今日絶好調だ。皆さん来たか。いいらしい。あの遠距離ジャッキック、あの技ね、強いですよ。ローキックですよね。うん、うまいな、ペコさんもいい前になるんですよ。うまい。当たんないですよね。よくひっくり返った。いや、あれはもうガード性何もないところで打ってるんで。コメント来てます。この技は削除どうですか。あ、自動二択はですね、あれは手動なんで頑張ってます。ぜひ、はい、あれはね、グランドアッパーとか詐欺飛びを止められなかったやつが悪いですよ。あーってなっちゃうんですよね。相模ジャンプパンチからいけるんですけど、はい、自動二択分かります。2種類あるんですよ。1個じゃない2つあります。うまいな。何だと思います。いや、無敵技2つしかないから、それをどっちもできるよっていう話なんですけど、ちょっと教えていただいていいですか。いや、投げヘッドする、簡単に。投げとヘッドも自動に出すってことですね。投げ入れてからヘッド出す、こんだけ前だったら投げて、前でなかったらヘッドが出る、ね、投げられる状況だったら投げが入って、昇竜拳出さったらヘッドが後から出るはず。したがって絶対勝つと。したがったら絶対勝つ、ね、そういや、それは難しい。あ、でも簡単な無理でしょ。さあ、よっ。昇竜拳後ろ中キックジャックパンチでいいじゃないですか。昇竜拳後ろ中キックジャックパンチでいいじゃないですか。出る昇竜拳後ろっすよ。え、なんでなんでコマンドおかしくないっすか。それは下手なんだって。下手なんだって。うわっ。今のいいな。すげえ。すげえレースだった。はいはい、連キャンジャンプ。6年ぐらい前に連キャンジャンプが見つかったとき、竜ガエルでも竜が使えるってニカさん言ってたのを覚えているんですが、具体的にどこだろうと今でも考えてますけど、コメントが来てますよ。ああ、下がり足払い体育のところですよ。そうね、下がり足払い体育のところで空ジャンプでやるんです。そうするとそのとしかるんですよ。で、下がって足払いが安定なところなんですけど、そう、あの、いや、カラジャンとジャンプ中パンとジャンプ上キックと選ぶ。あ、そっか。いや、でも、そばっとスカルいます？ちゃんとスカル殴るかスカルかどうですか。あ、それだ、ジャンプ上パンですね。ジャンプ上パンが正解らしい。ひとしさん、ありがとう。
やっぱ聴者さんは知ってますね、やっぱりもう聴者さんはやっぱ知ってますね、うん、まあ、確かに実差がちっちゃくなりますからね、理由は、はい、メンキャンジャンプはもう単純に強いっすね、単純に強いっす、うん、その、あの、なんでしょう、リターンが大きい割にリスクが少ない、やり得なところが多いですね。まあガイルに限らず下がり対空するキャラ全部に使います。今のぼちぼちこれ結局どっちが有利か決める、ザンギだ、ザンギ対ザンギだって言ってんじゃん、ザンギ対ザンギだって、これは決めるもクソもないからこんな、ミカさん残機で、こっちシキさんは、いや、いけるいけるそんなに、いやーねー、ええ、あの、残機がマイクが後ろから違いますもん、あじゃあアラママさんによろしいですか。いやー、僕はあの証明してないで、鉄拳だからちょっと、いやいや、ちょっと1個ワンコインだけyeah!
じゃあ今日はこの辺で配信をストップします。ご視聴ありがとうございました。